え、何をしてるの？え？え、何をしてるの？ほんまに。え、どうしたの？ちょ、怖いんやけど。あー、いや、冗談っす。冗談じゃないね。俺最初、何かやってるなと思って。いや、こっちまで行ってたから何をしてるの今。いや、もう、大丈夫っすよ。大丈夫じゃん。俺の家やもん。俺の家、バチバチ両面。いやー、そこあんま入んない方がいいっすね。そこ、山ちゃんの。範囲なんで。え、ちょ、待って待って、わかる、なんてやるんだ。山ちゃんなんて言うんだ。あ、範囲？あのね、もうチャンネルガードマンね、エマイ君の家で全員住もうと思います。まあ一応外には出てないんですけど、俺ん家から車で来て、山ちゃん家から車で来てっていうのをもうあんま良くないなと思って、うん、もう住もうかなと思って、やっぱ面白い動画提供するにはもう全力でいかなあかんっていうことで。なんで住む？俺ん家や。いきなり更新始めて。一応僕は許可出しましたけどね。俺は許可出してないけどな。そっちの、なんでそんな感じで。なんでそんなバンバン、山ちゃんの範囲に思うんですか。なんでこいつの範囲こんな広い。え？この範囲、じゃあここは誰の？あ、そこは、あれですね、今カメラマンのとこで、これ山ちゃんで、はい。まぁ、こっからこっち俺なんですけど。俺は？あー、いや、ここに、あれじゃない。あれですよ。はい、だからそれ。気づけへんかった。気づかんかった。ここで喋ってもらっていいですか。もう誰がゴキブリやねん。な。え、なんでその範囲で入れると思った。俺ずっとこうしとかなあかんや。一足、こうやってとかなあかんや、俺。ジェリーやったら全然入るっすけどね。ジェリーでも無理。で、お前何、え、空城、城太郎。な。なんなんそれ。思んないからやめろよ。な。で、マナーモードにしとけよ。問題終わりやな。大丈夫かこれ。大丈夫かこのチャンネル。もうこれ範囲決めて、もう寝るときはもう相手の範囲に入らへんっていうルールで。はい。ちょ、よくないよ、そういうの勝手にして。いや、絶対した方がいいっす、これは。そういうのほんまによくないと思う、俺。すんな方がいいから、そのみんなで。別に布団引くだけが大丈夫。あ、全然いけんだよ。カメラも布団引くだけやから大丈夫。あ、全然大丈夫。あ、よかったよかった。それいけるやろうな、別に人ん自体が。なかったもんが勝手にあるように、これ自分の土地作られていいから、それ何でもいいよな。これ俺んちやねん。それ大前提で忘れてると思うけど、みんな。なんで全部決めちゃうの、そういうの。いや、でも山ちゃんのとこでも、でも3畳、4畳はあるやん。あるな。あ、うん、まあ、かなり広い。で、カメラマンのとこで、まあ、3畳か。まあ、一緒ぐらいはあるやんか。で、俺のとこで大体7畳ぐらいあるやんか。うん、もう、エマイ君とも2勝ぐらいはある。2勝?2 勝ぐらいは。もうコイン1枚よ。でも大丈夫でしょ？無理やろ？こうやって。こうやって。もうで、お前出てきていい。お前出てきていいんだと、俺できるわけね。え、じゃあ勝負マジ大丈夫でしょ？別に、ここにダンベルみたいなのつけて、こうやって、固定するのもある。全然。考えようっすよ、ものは。俺っちなんよね。でももうほんまに済むから。で、住むとかそういうの良くない。ちょっと待ってて。当たり前のようにそういうの。ちょっと待ってて。ちょっと待っててってなんなん。見て、ほら。はい。これもあるからさ。何でも用意して。こうやって。何でそういうの全部用意していくの、さっき。こうやって。俺に許可なしで全部そういうの用意していくの。ビリビリ言ってるよ。こうやって、ほら。すげえ。サトシのやつ。サトシがガイディーだ。ほら、こうやって寝れるやん、これ。おい、明太子か、お前。なんなこいつ、マジで。何でも全部用意して。え、すごいっすよ、それで逆にお前、満足なんけ。壁ガチガチ硬いぞ。おい、ちょ、待って。おい、全然立たねえやん、お前。俺、明太子か。おい、俺、明太子人間か。明太子人間2号ちゃうんやから。おい、言ってへんよ、お前。おもろいか、そっちがおもろいやんけ、お前。超えてくんな、元祖。ということで、チャンネルガードマンは、エマイ君の家で住むという報告でした。はい。これで以上なんですけど、なんかあるっすか？いや、終わりじゃん。言いたいことしかないわ。誰が住むこと許可したんで。結果論なんすよね。結果論。ほんじゃ分かった。結果論あかんやから終わりや、もう結果論。持ち家主が言ってんから。結果論なんすよね。結果的に終わりや。結果論。結局なんですよね。結局4人も住みたくないよ、俺は。なんで、でも、じゃあもう YouTube 続けないんですけど大丈夫ですか？あんたでも続けたくないですか？何その極論みたいな。え、俺は続けたいからやってるだけで、別に続けたくないんだ、俺帰るっすよ。お疲れ様でした。そのまま帰れるかも。何やねん、気持ち悪い。はい。いやもうほんまに、山ちゃんもさ、はい、これめっちゃいいからさ、エマイ君来てみる一回。いや俺別に自分ち布団あんねん。じゃあエマイ君足りるかどうかさ、身長的にな。
またね。これ身長単位だと思わない。全員これで寝るみたいになって。え、エマイ君なんすか ?L ですか ?L とかじゃあ XL よ。XL っすか。これなんぼやろ。そんな俺入るわけないよ。なんでまずこれで寝るみたいな。まずなんで寝るみたいな。一回履いてもらっていいですか。だんだんオレンジがオレンジでなくなっていく。はい。こんなことみんなし始めるから。どうぞ。はいはいはい。あ、でもなんでこんなでかいの全然いける。全然。はい、待って待って。なんでこんな一回寝転んでください。一回寝転んでください。寝転んでください。一回、あ、でも全然入るっすね。問題ないっすね。寝込んでください、エマイ君。足伸ばして、一回。一回伸ばしましょう。エマイ君、一回足伸ばしましょう。あ、すげえ。いいな。全然違和感ないな。全然、なんかオッケーさ。あ、お前、これ次の動画、俺の骨折動画やこれ、わかんの。エマイ君、全然問題ないっすね、でも。いいっすね。でも、あ、でもめっちゃいい感じになってる。こういうのもあって。フードかぶって。フードかぶってもらっていいですか。どうしたい。おい。おい、どこ呼んでん今俺。やめろや。あ、やばい、回った回った、三半期間ない、なくなった。ちょっと君どこ。えらい、いい感じですか。こうやってその地震起きた時も全然大丈夫だから、その地震にも対応してるから。これ呼んちゃうえらい、抜けます。おいおい、雑ないか俺だけ。どうやったっすか、大君。よくないやんけ。ほんますか。おうおう、おい、どうしますか。ちゃんと見てるぞ、全部、全部見てるぞ。まあ、やばい。でも、ほんまにどうやったっすか。ほんまにどうやったって。よかったっすか。よくないな。体ふしぶし痛いの、今。それを着ることに。やっぱ、これで寝たら、ちょっと、体ふしぶし痛くなるっすね。やっぱ、布団じゃないんで。いや、違う、布団とかじゃない、打撃的な。打撃的な。別に100分ずつ、まだ100分ずつ良かったよ、中は。中良かったですよ。中は良かったよ。で、寝てたら、その、固まっちゃって、あの、腰とか結構こういう感じで痛くなる可能性はあるっすね。腰と腕、足と。でもこれ、ほんまにいい感じやったよ。いい感じじゃない。山ちゃん。まあ、大丈夫。いや、まあ、それそうやってた。山ちゃん、もう一回。身長大丈夫か。いや、大丈夫。エマイ君慣れてた。いや、分かれへんよ。全然分かれへんと思う。一回受けた方がいいと思う。絶対入った方がいいっすよね。絶対入った方がいい。いい感じだったでしょ。かなりいい感じ。じゃあ山ちゃん、はい。一応入っといたら。一応ね、じゃあ。はい。はい。あ、これいい感じやん。あ、けぬくいな。なるほど。ぬくいな。手も全部。あ、全部入れて。もう完璧やん。手も全部入れて、はい。はい。はい。ほら。いい感じやん。いい感じっすね。めっちゃいい。あ、ぬくいっすね。めっちゃぬくい。ふわふわで。いい感じやろ。はい。ということでね、ほんまに、あの、自分一人やったら何もできない。まだ倒されることもないやね。自分一人では何もできへん無力さ分かった。今の一瞬で。はい。悔しいやろ。倒してほしいやろ、もう。で、山ちゃん、ここで寝転ん。一回寝転んでみて。はい。あ、こんな感じで。で、もう、俺こんな感じで寝るからさ、こんな感じで。おかしいやん。違う。エメイ君も寝てください、一回。じゃあ俺このスペースで寝れるわけ。一回寝てくださいよ。一回寝るもん、何も。一回、こうせなんかいい。はい。俺の、え、俺。いや、でも、あれっすね。この辺出ちゃってるっすね。マジで。俺、ハンマー裕次郎ちゃんが。なんでこれリラックスタイムなの、俺の。一回寝転んでくださいよ。いや、一回そこで寝てください、メイ君。よく一回ここで寝て。はいはいはい。くべて寝ること。お前、ハンマー優勝のリラックスタイムか、お前。お前。おーい、さすがに言わしてくれよ、それは。ハンマー優勝のリラックスタイムみたいになっとるやんけ、お前。おい。おい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 、無理やこいつも。もう無理や。俺言ったもん。あのね、まあこれだけちょっと伝えさせてください。これライターあるじゃないですか。でエレベーターの上の人とか言うんですけど、みんな押してるんであれ危ないんで、ライターでポチって押して、こうやって火つけて、こうやって消毒するっていうやり方でね、ぜひ家に帰ってください。これは別にまあ使えます。ガチで。これガチのやつです。これ使えるんで。はい、こういうのも掘り込んでいきますよ。はい。ただ僕の家に住むのは許してないんですけどね。
え、いや、ほんま住むって。みんなで話し合ってん。一応ガチでも布団も買ってるかな。やっぱ団結力って絶対あるじゃないですか、うん、だからみんなで一つ屋根の下で寝て、うん、その団結力増したいんで。チャンネルガードマン一番団結力ないよ。人を家に入れてあかんグループなんよ。俺しかもそこやし。